渡来国御神社は、伊勢神宮、豊家大宮宮の拙者。下空の宮駅内にあり、北三角脇の小道沿いに鎮座する。伊勢市駅より南西へ、約900メートル、三重県伊勢市豊川町の伊勢神宮下空境内に鎮座する。下空の拙者としては、草の木神社、大間国小神社に次ぐ3位である。祭神は彦、国見が平立てともたばいのうち、 鎮座地である、伊勢国の国魂神で、代々伊勢北部を支配してきた伊勢国像の子祖天日別名のことされる。母については知られないが、系図では、渡る豆さざりょう姫命の地が、天日別名の妻とされる。社殿は、神明作りの板吹きで、写真にあるように玉垣に囲まれている。祭銭箱は置かれていない。渡来国御神社のさらに先には、 下空抹茶の大津神社が鎮座する。渡来国とお上の社と称していたが、現在は演起式神明朝に記載されている名称に従い、渡来国御神社と表記される。創建年代は不詳であるが、下空の鎮座以前よりあったと考えられている。桜井勝之神は渡来国御神社に関連して以下のように記述している。一つの社会が、 中央の政権のもとに統合されその国家の組織の中に組み込まれるならば、そこで祀っていた神々も、また国家史上の大庭と何らかの神系あるいは、神淵の神々として組織化されることは、例えば、出雲と中央の関係を描いた神話にも示されている。桜井勝之神伊勢神宮35ページすなわち、磯部の有力者であった渡来氏に、 小池大御家の祭祀を委ねた際に、渡来市が祀っていた神々も伊勢神宮の中に、組み込まれたものと考えられる。創建当初の鎮座地は、山田前田村であったとされ、二宮感謝遠隔校は、全野村住民は、うぶすな神として、渡来国御神社を奉仕したと記している。中世には、世紀寺が、境内に建てられたことにより一時祭祀が断絶するが、 江戸時代の漢文年中に、関寺が移転し、渡来国御神社の神霊も同地に移された。移転前の関寺は、現在の伊勢市大海市場町、神宮山田工作所付近にあった。後に、渡来国御神社の要配所であった現在地に、寺から分離して遷座したという。社殿は1956年12月に建て替えが行われ、 1980年4月10日に大規模な修繕がなされた。社地からは、陶器の残血が見つかっている。見つかった陶器は、ほとんどが、水器である。6月19日と12月19日の月次祭大見家、鳳兵、10月19日の神奈目祭り大見家、鳳兵、11月25日の新奈目祭り大見家、鳳兵は、渡来国御神社で祭祀を執行し、 最短祭、原始祭、建国記念祭、記念祭、風ひいのり祭、天朝祭は、月空五条殿での用紙を行う。ありがとうございます。